はい、どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ。本日は中国のロケットと考えられている残骸が月に衝突し、2つのクレーターが新たに形成されたニュースについて解説していきます。宇宙にもっと詳しくなりたい人はスペースチャンネルに登録して霊夢先生の生徒になろう。先日授業で取り上げた中国製と思われるロケットが月面に衝突すると予想されているニュースについて続報が入ってきました。NASA の発表によると、月観測衛星ルナーリコネサンスオービターが撮影した画像を確認したところ、2月には確認されていなかったクレーターが新たに2つ形成されていたとのことです。そのクレーターは月の裏側の北半球地表面に直径が18メートルと16メートルの2つです。これらのクレーターが一部重なるように形成されていました。今回の観測により、ロケットが一体どこの国のものであるかまでの特定はできなかったとのことです。この騒動は2022年3月4日に軌道力学の研究者で天体ソフトウェアの開発を手掛けるビル・グレイ氏により、ロケットが月に衝突するとの発表があり始まりました。そのロケットは当初アメリカの新宇宙機構観測衛星の打ち上げに使われたフーコン9ロケットと断定されていました。 NASA もグレイ氏の説を支持し、引き続きロケットの軌道観測を続けていました。しかしその後、 NASA の研究者より、気象観測衛星の軌道は月にそれほど近くないのに対し、フーコン9ロケットの残骸が月に衝突するのはおかしいとの指摘があり、データの再検証が行われることとなります。そして NASA により、この物体の2016から17年にかけての軌道を分析した結果、衝突が予想される物体はフーコン9の残骸ではないことが判明しました。月近傍の宇宙ゴミを突き止めることは決して簡単ではないとのことですが、高い確率で中国が2014年の月探査機打ち上げに使ったロケット長征 3C の見方が強いとのことです。中国は2020年ジョーガ5号により月からのサンプルリターンに成功しています。2014年に打ち上げられたこのロケットには、ジョーガ5号の前哨戦として月から帰還する技術や地球と月との往復航行の技術の獲得を狙った探査機が搭載されていたとのことです。この探査機は通常の人工衛星に帰還カプセルがくっついたような姿をしています。この探査機は飛行中に事故を起こしたアポロ13号でも採用されていた自由帰還軌道という軌道をたどって地球へ帰還します。有人宇宙船神舟を縮小したような形の帰還カプセル波、秒速 10.9km もの高速で大気圏に再突入します。おそらく探査機の軌道計算はされていましたが、月遷移軌道に投入されたロケットの方は真面目に考えていなかったのかもしれませんね。そしてロケットの残骸は3月4日に月の裏側に衝突したため、地球からは観測ができなかったとのことです。ロケットは墜落の衝撃でバラバラになり、全長約10から20メートルのクレーターができると予想されていました。結果としては2つのクレーターであることや大きさなども予想と一致していますね。現在宇宙ゴミであるスペースデブリが宇宙開発に与える影響が懸念されています。しかし今回の事件のように月面へのデブリも増えていくとなると、アメリカを中心に進められている月面開発計画のアルテミスにも影響を及ぼしかねません。世界が国際的な天体保護のルールにのっとって宇宙開発を進めてほしいですね。それでは本日の授業はここまで。ご視聴くださりありがとうございました。応援いただける方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。